皆さんこんにちは。こんにちは。今日は5分で簡単にできる麻婆春雨の紹介なのだ。甘口と中辛があるんだ。追加する材料は不要。1袋3人前で値段は167円なのだ。これだけでできちゃうのは麻婆シリーズでは春雨くらいかしら。フライパンがあれば5分で完成。しかも作り方は超簡単。春雨と水を一緒に煮込んで、元を追加してさらに煮込めばいいのね。作ってるのは岐阜県本巣市の岐阜食品株式会社。前にすごく辛い麻婆豆腐の素があったじゃない。あれを作ってた会社さんなのだ。だから辛さが心配なんだよね。視聴者の方からいただいたコメントだと、四川式は辛いよってあったわね。原材料を見ると、甘口と中辛の原材料は同じで、豆板醤の量が違うみたい。辛さの素を調整してるだけなのね。栄養成分もほぼ同じなのだ。内容量は 140g で、元が 90g、春雨 50g ね。やっぱり他社メーカーと比較する必要があると思って、絶対王者、長谷園の麻婆春雨を買ってきたのだ。こちらも1袋3人前で値段は217円なのだ。トップバの方が50円安いのね。作り方は全て同じだね。原材料は若干違うね。味がどれだけ違うのか楽しみね。まずは中身の確認。レトルトパウチに入った元と春雨が入ってるわね。トップバはパウチに大和中って書いてあるね。長谷園も同じだけど、春雨が円形になってるのだ。春雨はどれも 50g 以上あったよ。元はパウチ込みで測るのかしら。中身をよく見たいから器に出してみよっかな。生タイプのお味噌汁の味噌みたいになってるんだね。トップバの元は 90g 以上で記載通り、長谷園はちょっと少なかったのだ。どれくらい足りなかったの。記載は 87g、 実測値は 81g だね。3つ目だから開けるのが面倒になっちゃったんだよね。しっかり絞ればいけたんじゃないかな。長谷園は色が赤っぽいのね。でも結構頑張って出してるね。3つに共通してるのはキクラゲが目立つことかな。コンロが2口あるから、まずはトップバの2つを作っていくのだ。最初は水 400ml に春雨を入れたら強火で2分ね。開始40秒で火をつけたよ。右のフライパンがトップバパン、1280円。左はサーモスのフライパン、値段は3000円くらいだったかな。左が甘口、右が中辛なのだ。点火から2分で沸騰してきたね。なんて言えばいいのかしら。地味ね。派手。派手な作業がないってことは楽ちんってことだからいいんだよ。そろそろ火をつけてから3分。春雨も戻ったし、元を入れていこっか。これで麻婆春雨ができるってちょっと不思議な感じ。春雨のカップ麺ってあるじゃない。あれもやってることは同じだよね。あとは2分煮込むだけだね。もうそろそろいいかな。盛り付ける準備をするのだ。なんか味気ないわね。材料を追加した方が見栄えはすると思うのだ。よし、オッケー。長谷園の方も作り方は同じだから、ダイジェストでお送りするのだ。春雨は丸い形になってたから、ちょっとほぐれにくかったかな。トップバと変わらない感じがするわね。そうだね、溶けやすいとかはなかったかな。パパッと盛り付けたら実食なのだ。おけまる水産。左からトップバ甘口、トップバ中辛、長谷園中辛だよ。トップバは同じ見た目ね。長谷園はちょっと水気が多いかしら。後で作ったからだと思うよ。じゃあ食べやすいよう小皿に取り分けていくのだ。おっと、
ボブレー。今日の飲み物は長野県の食品スーパーで買った地ビール。これを作ってるのはヤッホーブルーイング。夜な夜なエールや水曜日の猫ってビールを作ってる会社さんだね。まずはトップバの甘口からいってみるね。いただきます。はい、どうぞ。出汁の味がちゃんと効いていて美味しいのだ。甘口だけど辛さはちょうどいいね。キクラゲの歯ごたえがいいね。具材を足したらもっと良くなりそうなのだ。なかなかの高評価。次は中辛ね。どれだけの辛さなのかちょっと心配なのだ。これはなかなか辛いね。辛口のカレーよりキリッとくるのだ。そんなに辛いの？常識的な辛さだとは思うけど、辛いのが苦手な人は厳しいと思うよ。甘口を買って辛味調味料で調整するのがいいんじゃないかな。最後は長谷園ね。見た目は変わらないけどどうかな。ちょっと全然違うよ。違うのだ。何がどう違うのかしら。味だよ味。見た目は一緒に見えるけど全然味が違うのだ。コクや旨味が段違いだね。トップバって美味しいじゃんって思ってたんだけど、これを食べるとかすんじゃうのだ。順位は1位が長谷園、2位がトップバ甘口、3位がトップバ中辛みたいね。星評価は甘口と長谷園が星5、中辛が星4かな。トップバの中辛はちょっと辛すぎるかな。甘口くらいが僕にはちょうど良かったのだ。辛いのが好きなら100の評価になると思うよ。長谷園と比べちゃうと味は落ちるけど、十分美味しくて200円以下でおかずが一品作れちゃうところを評価したよ。材料を追加してもいいけど、一袋で完結するのがいいわね。全部に言えるけど作るのが本当に簡単で10分かからないのもいいね。でもさ、50円の違いで長谷園がこんなに美味しいなら長谷園を買っちゃうかな。美味しんぼって漫画で究極大志向の鮎対決ってのがあるんだけど、美味しい美味しいって食べてたらさらに美味しいのが後から出てきて、山岡さんの鮎はカシヤっていうシーンがあるの。ええ。トップバだって美味しいけど、長谷園はそれ以上に美味しかったからこの話が頭をよぎったのだ。麻婆春雨を普段食べない視聴者兄貴やネキがいたら、ぜひ徳馬と長谷園で食べ比べをしてもらいたいね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。漫画の言い回しは強烈すぎたのか、美味しんぼのアニメでは比べ物にならんってセリフに差し替えられたのだ。アニメ美味しんぼの傑作回、機会があれば見てほしいのだ。